どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。やっていきましょう。俺のサクサクセシーズン S、 視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。今回のリクエストは江部明美さん、とある学生がゲーム実況をしてみたさん、ラッキー池山さん、 SSK さん、大魔王バカさんからのリクエストですね。平沢タイガー選手で作っていきたいと思います。いきましょう。右投げ左打ちのショート、チームがロッテでいきたいと思います。ロッテでそうっすね。まあ、走力、肩、守備が C なんですよ。だから、全体的に高い水準でやんなきゃいけないなっていうのがあって、強化系でいってみますか。ショートだから、守備は高いはずなんですよ。だからそう考えて、走力、肩でいってみよう。多分ね、守備は初期状態から高いんだと思うんですよ。なんか、二遊間って大体そういうパターンが多くて、まあ、見てみましょう。あ、やっぱそうだ。よしよしよし。あ、走力35か。まあでもやっぱ肩が低かったところを見ると、まあ強化系持ってきてよかったなと。ほい。いきなり減少か。嫌な予感すんな。まあまあ最初はそんなもんか。ほい。よし。赤無地。これが意外とありがたい。走力はもうすでに高いところにあるな。これで何が来るか。おー、よし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 。よしよし。ちょうどなんか強化系のないところが上がってくれたのは嬉しい。補給も欲しいというところですね。ほい。回復。どうしよっかな。30にはしとこう。とりあえずゴール。ちょっと迷ったんですけどね。今行くべきか行かんべきか。とりあえず行きます。ステージ2。さあ、そしてだ。ぐるっと。いや、待ってよ。やる気は絶好調だから、ぐるっとする必要がないんだよな。で、逆に言えば上行った方がいいと見た、俺は。上行きます。走力が上がる。ほい。まあ、しょうがない。これは我慢。8回復の。で、弾道もな、どうしよっかな。これ一旦シャッフルだけしてみよう。試しに。あ、今、ちゃっかり選手に会えばラッキーと思ったんですけどね。あ、ちょっときついか。あー、余計に踏んじゃった。あ、でも肩7は無駄じゃない。これは無駄ではないと思う。よし、ゴール。あ、でも今弾道、いや、いいや、弾道はまた後々上がるでしょ。マシは絶好調だ。4まで上がっちゃったら上げすぎだもん。とりあえずここは、よっしゃ、シャッフル。ほら、やっぱ弾道マスあった。ちょうどよかったですね。オール守備はちょっとまだ早いんだよな。かといって、だから、ここで帳尻合わせしてうまく。まずは、はい、これで。よし。おい。で、逆に回復、宝箱だけ取ろう。よっしゃ、カムジ、これ理想。これ理想なりや。で、ちょっと危ない、カレンさん。で、肩が、あー、よしよしよし、いいぞいいぞ。で、1、2、3、ちょ、これ、どうしよっかな。よし、ロックオン回避。あ、次来たかも。で、こう来ればロックオンはない。こう来ればロックオンはない。こうやって歩いていけば、カレンさん。1、2、3。あー、次来そうだな。大丈夫か。よいしょ。残りが1、2、2本になった。ってことは、じゃあ、これでいただきかな。で、こうか。黙って帰った方がいい気がすんな、なんかこれ。あ、行っちゃおう。はい。今行ける。はい。回復。で、肩も取ると。で、よいしょ。なになに？うわ、走力が下がるか、そんなに？ちょっときついな。それは困る。本当に。走力だけ取るか。とりあえず、じゃあゴールで。まあ、行った。まあ、強化系あるからまだマシだけど。ちょっと苦しいぞ。こっから C まで持っていくとなると。なんかこう、オール走力か走力超人伝引くしかねえな、作戦的には。とりあえず、だから、ここ選手2連チャンで行くパターンだよな、あるとすれば。行きましょう、はい。ほい。よし、まず赤無地。これで OK、一つは。よし、4はアップするからありがたい。肩、高速チャージ。はい、いただきました。走力超人伝、よっしゃー、狙ったところに来た。これはでかい。そしてカレンさんの位置的にも初手ロックオンはなくて、多分大丈夫。オッケー、よし、おい。で、うまく、こうぐるっと回れば。野球部2号、あ、でも今は3号の方が良かったかな。まあでも2号でも走力は上がるからありか。おい。しかもちょっとこれうまく下下がれば会えるかもしんないな。おい。ちょっと、最短距離で、これ跳ね返ってくるとして、来ると見た。あー、ダメだったか。まあ、しょうがない。では、これは確実に帰ることにしましょう。選手に会いたかったな、今、ちゃっかり。
よし、あとは総力と肩を C にすればいいんだ。主に肩上げるべきは、あ、絶好調。いや今、あー行こう。失うものはないはず。強化系ならばまだ救いは。あ、いや待てよ、ちょっと冷静な、冷静になろう、冷静になろう。少し改造して帰って、あー、そうしよう。よし、こっちだ先に。そう、よし来た、総力いいぞ。でこれでシャッフルなんだよ。で肩がくる、あー、これでもいい、これでもよし。おい、に、安い、ちょっと想定、あー、よっしゃ、カレンさん頼む。そんな歩数使わせないで、お願い。ここは、ここは歩数使いたくない。うわー、余計に使った。残り9 1 2 3 4 5 6 7、一応肩は C まで行くな多分。とりあえず肩 C ランクで、ここでできれば、あ、待ってよ、1 2 3 4 5 6の方がいいな。ほい、よし、選手にやった。はい、守備力、あ、 B いいね。で5 1 2 3 4 5で終わりかな。ほい、あ、選手に会えるかも。何が来る。満塁男、代打丸、チャンス C。 あ、チャンスに強い、悪いかも。で、よいしょ、会えたかったな、選手今。じゃあゴールで、うーん、どうなんだこれは。一応まあなんかそのいけたと思うんですけど、ちょっとだから総力もしかしたらもうちょっと上げられたかなっていうところあるんだよな。ちょっと見てみましょう。自分の能力はこんな感じ。どうだ、コート DDCCB。 まあ弾道3はいけたかな。やっときゃよかったかもしれないですね。多分弾道3なんだよ本人も。ですね。あの、まあまあ、うん。ちょっとだから、あの、補給が F なんだ。意外と。はあ、あ、じゃあ、ありっちゃありか。割と。ちょっとまあ、そうですね。思いのほか、もうちょっと最後、博士行ってもよかったかなっていう気もありながら、一応完成っていう感じにしましょうかね。はい、完成とさせていきました。意外と強化系だけでもまあ、うん。ちょっとだ、パワーと総力が入れ替ったのはもったいないですけど、あれがなかったら総力が BA 行ってたかもしれないですね。現にパワーが今 D 行ってるっていうことを考えたら。ですね。ということでアップロードしておきましょう。マンゴーゴジャです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。それじゃあね、1年間回してみてどんな成績になるのか見ていきましょう。なんかめちゃくちゃチャンスに強くなっているといったところでございます。まあ、なかなか、いい成績残りました。打率が2割6分7厘、チームトップ。ホームランは1本、41打点12盗塁と。意外と C でも盗塁すんのね。っていう感じで、まあ頑張りましたね。ホームラン1本出たんだってちょっと意外でしたけど。まあ何より、ね、チーム最優秀打率を誇ったのが良かったという感じでございます。三振は102。得点圏打率はちなみにどうなんだろう。得点圏打率は3割、確かにちょっとチャンスに強くなってますね。うん。打率が2割6分7厘の得点圏打率、チャンスでの打率が3割8厘なんで、確かにチャンスに強いかな。ただ珍しいですね、チャンス B までつくとは。うん。もう、あ、でもよく見たら確かにちょっと成長してるな。これからの成長がいい、なんか選手なんですかね。だからペナントで回したら結構いい成績残しそうな気がしますけども。うん。いいと思います。さあ、守備。おー、でも20いかなかった。うん。20失策いきませんでしたね。意外と、ちょっとこれは、まあよかった。補給がいいで。うん。もうちょっとなんかこう、そうね。だから補給 B とか、B は行き過ぎか。でもまあ D ぐらい行ったらちょっとな、15切ったかもしれないですね。もしかしたらですけど。まあ一応でも、うん。ショートとしてはなかなか20失策いかなかったのはいいんじゃないでしょうか。というわけで、気に入っていただけた方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。リクエストをする場合は動画概要欄をまずご覧ください。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。またね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。